ソルジャーレスキューしてくぞ。ウェイ。新作の任務実践と行こうか。この機体の名前は？ベースのレイアウトがカモフ27ヘリックスだから。カモフス？カンコレの薄い本のタイトルにありそう。やめれ。ともかく、名前を考え直して。STRH38 だから38で。38。ありきたりだな。気をてらうようなもんでもねえべ。で、何してるん？船を運べってミッションだから、ロープで接続して曳航しようかと。レスキュー用ハーネスで船に降りて、牽引用ロープを接続して機内に戻る。機体は高度維持装置だけ起動してある。機体が流されたりしないの？船が波で移動するから、位置は固定しない。船に引っ張られて移動するようにした方がマグオールが外れないのよ。ほん。機内に戻るときは、必ず取っ手をしっかり掴むこと。大事なことなので。ハンドルを掴んで。ハーネスから離れて。機内に戻る。マグオール解除、引き上げっと。それじゃあ、目的地までボートを運びましょうね。ローター出力だけだと持ち上がらないか。引っ張っていく？ジェット出力も使えばいけるかも。機種を上げて。ブースト。よしよし。あれ？何よ。よし、ってしないのか？いや、これ全然良くねえだろ。めっちゃ不安定だが。まあ、そこはマニュアル操縦でカバーして。目的地の島までどうにか持っていこう。ちなみにブーストはスイッチで水力全開かオフの2択。基本的にレッサーに近い仕様だよな。あれはノーマルでしか使えない機体だったから。レッサーと CH33 に変わる機体がこの38ってところだな。港の近くでブーストを切って。ゆっくり接近していこうか。前進しようと機種下げしすぎると海に突っ込むから注意して。これ着水能力あんの？ない。ほん。ミッション達成。ボートを取り外したら次のミッションに行こう。火災事故発生、スクランブル。ジャイロ起動、エンジン始動、スロットル開放。各種ライトオン。イブミッション。エンジンスターターはキーを回すとオンになり、一定 RPS を超えると自動で停止する。スターターと連動してエンジン始動補助用のスモールモーターも動く。これで点火までの時間を短縮している。ちなみに、タッチングでブーストを使うと急加速するので滑走離陸でもない限り使わない。タッチングでアフターバーナー点火するようなもんだもんな。ヘリモードでゆっくりね。ローターが十分に回転しているか確認してからブーストを使う。ブーストの推力があっても、ローターの揚力が足りないこともあるからな。速度はどのくらい？測ってないわ。でも、AI の飛行機を追い抜くことはできるから。100から150ノットくらいかな。水平飛行で AI 飛行機と並走、前傾姿勢でローターの推力を足すと追い抜く感じ。ほん。現着。原発で火災とか怖いな。そういや、原子力発電使えるらしいか。そんなの必要なレベルの乗り物作れない。ほん。とりあえず、ちゃちゃっと消化しておくべ。機種の放水銃を使ってっと。ノズルの方向調整っと。おっと、ピッチが逆だこれ。後で直しておけよ。回ってる。しかし、これで一つずつ消化ってのも大変だから。こっちの散水を使おう。水だばー。胴体下部は丸ごと水タンクになっている。さっき船を引っ張っていたウインチも、もともとは給水ホースだ。一気に消化できそうだな。森林火災にも対応できる広範囲散布を目指してた。でも、給水に時間がかかるから。潜水艦と同じタンクハッチシステムで、胴体を着水させての給水に切り替えた。ローターがぶつかりそう。コクピット視点でローター接触を警戒したいが、放水の狙いは機外視点がいいからな。後でカメラでもつけるか。ワンマンだと無理あるよな。ウインチ操作員とかが加工を確認して誘導して、パイロットは操縦に専念するもんだから。パイロット一人で加工もローター接触も同時にってなると、機外視点でいいかなって。なんか当たり判定がないから、横から放水すっぺ。こういう時は放水銃の出番なのよね。消火完了。よしよし。
ホイストもウインチも放水能力も確認できたな。次のミッションは？さっきとは別のタイプの船を持っていけと。同じ要領で引っ張っていくか。ロープを接続しの。ヘリに戻りの。ハンドルつかみの。ハーネスから降りて。マグオールを外して引き上げ。牽引開始。かぁ。船が重くて浮かない。ブースト使っても無理か。しょうがないから、ブースト使いつつ高度を下げて、まっすぐ引っ張る感じで飛ぼう。それはいいんだが。前方の橋はどうすんだよこれ。ロープに当たり判定はないが。高度的に、船との接続部が引っかかりそうだな。どうすんだよ。どうもこうも。くぐるしかねえべ。高度下げてみっぺ。着水してんだが。エアインテークまでつからなきゃ平気平気。機体の半分くらい沈んでも大丈夫だから。これ、跳ね橋じゃねえの？だとしても今からじゃ操作できねえだろ。行くぞー。あ、思ったより余裕あったわこれ。なんていうかさ、相変わらず雑だよな。ゲームだからええねん。ほん。無事通過。と思ってたら二つ目の橋。さっきと同じようにくぐればよろし。橋はくぐるもの。渡るもんだぞ。ゲームのパイロットに求められるのは、橋をくぐり、トンネルをくぐり、ビルの間をすり抜ける技術なのだよ。ゲームではな。そう、ゲームでは、だ。ともあれ、二つ目の橋も無事通過。もうね、最初から船でやれよと。現場が港から遠すぎてな。工場の近くだったからヘリできた。ヘリできた。残り3割ってところだな。目的地の港に到着っと。ミッション達成。停止してウインチ外さないとネット。うおっとととと。船がハイパーハンマー状態に。振り回されんなよ。じゃあ高度保持してロープ外してくる。せっかくだからタグボートの牽引試験するか。なんだこの可愛いの。ドーザーボートだ。ノーマルモードで作った数日後に元ネタの同型船が沈んだやつか。この疫病神め。あの程度の事故なら日常茶飯事だろ。ともかく牽引試験は成功かな。っていうかギリギリ沈んでないだけじゃねえのかこれ。沈んでないならいいんだよ。ほん。こんなんでよく転覆しないよな。そりゃあちゃんとバランス取ってるからな。リペアツールで修復して、追加報酬ゲット。次はまた火災ミッションだ。クリエイティブのベースか。サクッとテレポートで移動して、消防車をスポーンさせよう。乗り込んでいいの。発進。消防車か？消防車だ。消防車か。っていうか、照明一つしか燃えてないんだが。消火器で済むレベルなんだが。車体を向けていの。放水開始。アームを動かしていの。消火完了。 WGT78 を投入するほどじゃないだろこれ。せっかく復活させたんだから使いたいじゃん。脚部の必要性がわからない。車だったら横転して終わりだろこんなの。関節のおかげで走行を継続できているんだぞ。飛び降りてもふらつくだけ。車なら横転回転大爆発だ。そうか。しかし、魚数領域にだけはかなわない。魚数領域？これ。地形が変になってるところがたまにあるのよ。潮吹いてるぞ。消防車だから大丈夫。セルフ消火。どうよ、アームの実用性。自己消火が必要な時点でおかしい。さて、なんとか魚数領域から抜け出してっと。抜け出せたな。っていうか、上半身の動きが。コクピット視点だと確実によう。修理ツールで修復しての。
ちなみに、放水装備を全面的に見直したから、動力パイプみたいになってる。放水用じゃなくて、給水用のパイプなんだがな。給水口は下にないと困るからな。あと、転んでも起き上がる機能は維持している。ビクンビクン。走行用のセンサーにとってはイレギュラーな反応だからしょうがない。ともあれ、これからはレスキューミッションをちょっとずつやっていこうか。ほん。それにしても、取ってつけたようなバッテリーだな。むき出しの回路とかどうにかならないの？面倒で。もっと見た目こだわればいいのに。面倒だってんだろ。動けばいいんだよ。意識高い系をなめんな。